本忠の生涯、歴史の細道、案内人の沙織です。三河武士の鏡、徳川家康が抱えた数多くの家臣の中でも特にそのように称される人物がいます。鳥居元忠です。元忠は壮絶な最後が知られている武将ですが、最後ばかりが有名すぎてその他はあまり知られていないという一面もあります。では元忠はどのような生涯を歩み散っていったのでしょうか。その人生を探ってみましょう。父親譲りの熱い忠誠心。元忠は天文8年1539年生まれ、家康より3歳年上です。父親は鳥居忠義。忠義の代から松平氏に仕えたことが明らかになっています。ですが当時主家の松平氏は弱体化しており、当主である竹千代、後の家康は今川氏の人質となるほどでした。また松平氏の拠点である岡崎は今川氏の管轄下に置かれ、派遣された城代による統治がなされます。そんな中で松平家を支えたのが忠義です。忠義は実務の中心となり、実質的な統治を担います。しかし民から得た米などの多くは今川氏へ渡さざるを得ないため、松平氏の家臣団は生活にも窮乏するありさまに。それでも忠義は将来当主が戻った時のためにと蓄財に励んだといいます。鳥居氏はもともと本拠が水運の要衝にあったため経済的に豊かであったようです。そうした財力も加えつつ蓄えを続けた忠義、一方で戦になると松平氏の家臣として恥ずかしくないよう懸命の戦働きを見せたといいます。こうして忠義を中心として結束していった松平氏家臣団、やがて桶狭間の戦いを機に当主の元康、後の家康が岡崎へと戻ります。すると忠義は蓄えた財を元康に差し出し感謝されました。このような忠義の忠誠心はなんと朝廷にまで知れ渡っていました。永禄11年、1569年に家康が天皇から称された折には、その旨を知らせる書状が公家から忠義へと出されるほどだったのです。これほどの忠誠心を持った忠義を父として生まれた元忠、幼い頃からそのありように触れていたのでしょうか。自身も父と同様の、あるいはそれ以上の忠誠心を主君に対して持つのでした。元忠は主君が今川氏の人質となっている天文20年1551年から近似しています。始まりの戦いから傍らで支える。元康が今川方として派遣され初陣を果たしたのが弘治4年、1558年の寺部城の戦いです。この元康の初陣に元忠も付き従いました。おそらく父親譲りの忠誠心を発揮したことでしょう。主従の奮戦があったのか、元忠は初陣を勝利で飾ることができました。やがて桶狭間の戦いを経た永禄9年1566年、家康は三河統一を成し遂げます。この時軍政が改正されたのですが、元忠は旗本先手役の将として選ばれました。家康直属の機動部隊にして傍らに常駐して備える役目、信頼関係がなければ務まらない重要な将への任命です。これは忠誠心厚い元忠への家康の信頼がうかがえるものでしょう。こうして先手役となった元忠は次々と戦に身を投じていきます。元亀元年1570年の
姉川の戦い。元亀3年1572年の三方ヶ原の戦い。この三方ヶ原の戦いで元忠は足を負傷し、歩行に多少の困難が残ったといいます。それでも天正3年1575年の長篠の戦いでは馬防柵の設置を担当。天正9年1581年の高天神城の戦いにも参戦しているのです。天正10年1582年の天正神護の乱では、家康を背後から襲おうとする北条氏の別動隊を撃退。元忠は常に体を張って家康のことを守り抜くのでした。このような元忠の忠誠に家康もずっと応えたかったのでしょう。天正神護の乱の後、元忠は家康から甲斐国内の軍を与えられ、城主となるのでした。与えられた地は、かつての武田氏統治下でも独自性の濃い場所で、北条氏との国境。新参者である徳川氏にとっては難しくも重要な地域です。そこを元忠へ与えた家康、元忠であればうまく抑えてくれる、そう考えたのかもしれませんね。領内統治を担うようになってからも元忠の戦働きは続きました。天正13年1585年の第一次上田合戦では珍しく撃退されてしまうものの、天正18年1590年の小田原征伐にも参戦。その後家康が関東へと移されると、それに伴い下総の国に4万石を与えられました。この度与えられた地は東北の諸大名と接する場所。彼らへの備えとして、またしても重要な土地を任されることになったのでした。元忠の配置からは家康からの絶大の信頼が見て取れるようです。主君の天下取りのために散る。一度は豊臣秀吉の配下に下った家康、しかしその秀吉が亡くなると天下取りの好機が訪れます。そこで家康は諸大名との縁組などを進め、影響力を増していきました。そんな中で会津の上杉景勝が軍事力増強に乗り出します。それに伴い、これを謀反の兆候とする訴えが家康のもとに入るようになりました。家康は景勝に上洛を促しますが、相手はこれを何度も拒絶。逆に家康を怒らせる内容の書状が届いたのでした。激怒した家康は会津征伐を決定。諸将を率いて会津へ向かうこととなりました。一方でこの会津征伐には家康の別の目論見も含まれることに。それはあえて大阪を離れることで自身に敵対する石田三成らの挙兵を誘おうというものでした。しかしながら、挙兵した相手を撃つには名目が必要になります。それも会津へ向かう諸将がそのまま味方としてついてくれるような名目です。そこで家康は三成らが攻めてくるように手勢の一部を伏見城に残していくこととしました。打倒家康で挙兵した軍勢が攻めてくること、それは死以外の何者でもありません。生き残るためではない、死ぬための戦。そのような役目に家康が選んだのは元忠でした。天下取りのためとはいえ、忠臣をなくす選択をするしかない家康は、酒を酌み交わして詫びたとされます。そのような主君に対して元忠は、天下取り後のことを考えて一人でも多くの家臣を連れていくよう進言しました。その後、家康の目論み通り、大阪を離れた家康に対して三成らは挙兵。元忠の守る伏見城へと大軍が押し寄せます。三成からは降伏勧告も送られますが、
元忠は断固拒否します。そのまま13日間も加兵で戦い続けた元忠は敵将と一騎打ちの末討ち死にしました。その首は晒されてしまいますが、信仰のあった者によって寺院に葬られたといいます。そしてこの時伏見城で使われて血が染み込んだ床材は地天井として今なお京都の寺院で伝えられているのです。まとめ。父親以上の熱い忠誠心。元忠は一貫して家康のことを思い、体を張って支え続けていました。そして足が不自由になっても、死が分かっていても戦働きをやめませんでした。こうした積み重ねが壮絶な最後をより一層彩り、三河武士の鏡と称させたのかもしれません。家康が天下人となった姿を誰よりも望んでいたであろう元忠。太平の世の礎となったことを知ったら、すごく喜んだことでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の歴史の細道はいかがでしたでしょうか。これからもワクワクするような歴史の動画をお伝えできればと思っております。もしよかったらチャンネル登録お願いしますね。こちらの松尾芭蕉のボタンを押していただければ登録画面に飛びますので、どうぞよろしくお願いいたします。またよろしければこちらの動画もご覧いただければと思います。